ドラゴンインストール。半端だ。絶対防衛機。こいつ。もう行かなくちゃね。イゼを見てみたかったな。さようなら。バーナム、頼まれてくれるか。感謝するよ。ほんの少しでも揺さぶられた。うん、やりたかったことってこんなことなのか。敵になる覚悟ができた？あんたとは戦いたくない。じゃあ何をしに来た？ガサツで荒っぽくて一人を好んで怖いものがない。それ私？ソルの旦那だよ。まあそう、二人ともよく似てる。でも一つだけ違う。あんたは旦那みたいに自分の欲しいものが見えてない。あんた前に言ったよな、人が生きていく権利は自分にしか見つけられないって。多分幸せってやつもそうだ。何でもいいから拾ってくもんなんだよ。どこかで一度でもそうだったって自分に刻み込むんだ。人生の最後にそれを思い出せるようにさ。見てみたいね、お前がそれを思い出せるのか。それであんた笑えるのか。そんな目をするなら勝ち誇ってざまあ見ろって言ってるあんたの方がまだ良かった。あんたも私もフィクションの世界を作り続けてきた。今日はそのどちらかが完結するだけ。